本当は、立って三脚を置いてそこにスマホを挿して、モノマネをしなければいけないシリーズを、億劫だからと言って座ってモノマネをすることによって、本来の意図を伝えずに、枯れて死んでいく羽島清志郎シリーズの、容量悪く、タバコを吸う人のモノマネ。でした。